駿台全国模試で偏差値70、取ってみたくないですか？今回は出題範囲をもとに第1回駿台全国模試数学で偏差値70を取るための戦略を徹底的に一緒に考えていきましょう。はい、こんにちは、マイケル太郎です。今回は駿台全国模試、難しいと有名な駿台全国模試で数学偏差値70を取ってみたい、1回でも取ってみたい、駿台偏差値70を取る方法を一緒に考えていきましょう。そして今回は第1回駿台全国模試に限定させていただきます。第1回駿台全国模試というとですね、5月末から6月頭に大体行われるような模試ですが、この動画を見てくださってる方、もちろん受験生の方はですね、もう駿台全国模試なんて関係ない、直前の受験に集中してください。多くの人はですね、駿台全国今気になってる人というのは、今高2生とか高1生とかですね、ちょっと意識の高い中3生とかここら辺だと思いますので、その人たちに向けて、高校新高1生向けの第1回駿台全国模試、新高2生向けの第1回駿台全国模試、新高3生向けの第1回駿台全国模試で数学偏差値70を取るには何をすればいいんだっていうのをですね、範囲もきちっと見てですね、一緒に研究していきましょう。それでは行きましょう。まず高校1年生、めちゃめちゃ簡単に取る、本当に簡単に取る。これ知ってるか知ってないからさ、めっちゃ簡単だからマジで取ってください。出題範囲いきますね。まず小問集合、そして中学の復習、ここまではぶっちゃけ中学範囲です。中学ちょっと数学苦手なんだったな、それじゃきついかな。中学の数学が全くできないと本当にきついので、中学の復習もちろんやってみてください。そこはいいとして、そこはできるようでしょうね。ぶっちゃけ中学の数学ある程度できればいいです。そんな小難しい問題できる人はないです。ある程度できれば全然いいです。高校範囲に進んでください。そして高校範囲が数と式と二次関数とグラフ、場合の数、そして二次関数とグラフと場合の数が選択問題です。これもちろん去年の範囲なのでちょっと変わるかもしれませんが、二次関数とグラフは毎回選択問題出てます。二次関数とグラフと場合の数、この選択問題になっております。でポイントは、高校数学ってまずは解法暗記なんですよ。暗記するだけで点が取れる、本当で。有名な参考書って言ったらフォーカスゴールドとかさ、青チャートとかレジェンドとか、もう大体この3つに絞られてくる。個人的にはフォーカスがおすすめだけど、この3つに絞られてくる。そしてこの3つの数と式と二次関数とグラフの例題を星4まで、難しいけどこれね、青チャートとコンパス5まで覚えたらいいんだ。例題だけで覚える。オッケー。これをやれば確実に70が取れるんだよ。確実に。これだけだよ。しかも、数の式と二次関数だけやったら全然入らんやん。ほんと、二次関数の問題で毎年毎年見てるけど、もう数字書いただけの問題が出てんねん。で、高1生で偏差値70って一番取りやすいから、ぜひここでですね、ちょっと気合い出してですね、二次関数のグラフと数と式、フォーカスゴールドでもいい、青チャットでもいい、レジェンドでもいいから、その例題、その範囲の例題を完璧に覚えきっていきてください。確実に偏差値70が取れます。まずは高校1年生。きちっと網羅計算公式の例題を覚えるっていう作業をしっかりするようにしてください。高校数学のまず最初は解法暗記ですね。この解法暗記の詳しいやり方についてはこの動画の後の方で喋っていきますので、そこまで見ておいてください。それでは次、高2生いきましょう。高2生ですね。高2生は小問集合と数学 1A です。つまり 1A 前半1ってなってきますってなると、ちょっと多いなと思って、そうなんです。数学 1A のさっき言ったフォーカスとかレジェンドとか青チャート、これを完璧にしないといけないんですよ、例題を。で、できれば星4まで行きたい。星3まででも十分だけど、やっぱ70といた方星4まで行きたい。そして完璧の定義、皆さんですね、完璧の定義は甘い場合が非常に多いんですね。とりあえずやったの完璧とか言っちゃう人いるんですけど、それじゃ70は絶対取れない。完璧の定義は何か、もうここで断言しておきましょう。フォーカスゴールドの例題を覚え切ったということはどういうことかというと、その問題を見たら5秒以内に解法が浮かんで、途中10秒以上手が止まることなく最後まで感動が完成すること、これが完成の定義です。例題覚えたって、これができたら言ってください。 OK ですか？ここまで厳しく徹底的に追求してくださいね。 OK でしょうか？ここまでできれば確実に70を取れます。計算ミスを防ぐとか、そういう話は計算力の方で僕は喋っておりますので、数学力は三変数関数、この動画ですね、きちっと見ていただいて、計算の部分も補填していただければもっと安心かなと思います。では高1高2生に向けて、じゃあ解法暗記ってぶっちゃけどうやったらいいんですかっていうのを思うと思うね。特に高校1年生とか、まだ数学の勉強そんなにしたことないと思うし、高校数学って何と思ってる人おると思うね。そういう人にとって、まずは解法暗記のやり方を徹底的に喋っていきたいと思います。このチャンネルいつも、ご覧になってくれてる方はですね、タイナー僕の話だよっていうので分かると思うんで、もうそれ分かる方はピッて飛ばして高3のとこ行っていただければなと思います。まだ見たことないよって言ったら、ぜひ、これでですね、あ、そうやって数学勉強すればいいのねっていうことをですね、インストールした後に、あとはもう手作業のように勉強していっていただいて、ペッと成績を伸ばしていっていただければなと思います。それでは行きましょう。では暗記の方法論、多頻度暗譜の説明に入ります。暗記は入試において最も主要な力と言っても過言ではありません。でも、その暗記の方法論を論理的に考えている人はほとんどいないんですね。インプットはインとプットに分かれます。多くの人がインだけで終わって、プット
ットができていないからすぐ知識が忘れていってしまうんですね。知識がスルーしてしまう偽物のインプットをやってしまっている。暗記イコールインプラスプットの確認、これをワンセットできちっとやる。つまりインだけで終わらずプットの確認までして勉強を終了するということをやるんですね。そしてプットの確認は具体的にどうやるか。例えば数学の問題を1から10番まで解放暗記をするとします。もちろん英単語とか古文単語、その他にも応用可能です。多くの人は1から10番まで解いて回答を見て、じゃあ今度また復習しようというやり方をしていると思いますが、問題点が3つあります。1、プットの確認が一度になされていないこと。2、今度の復習というのが確実に実行される確率が低いこと。3、復習をした際にまた同じ問題を間違えて全然進歩していないということ。そこで多頻度反復では1度目はプットの確認を徹底してやりきる、2度目以降は思い出す、つまりプットの確認っていうのを何回も行うことによって脳にこの情報は重要だよと思わせます。これがどんな人でもできる仕組みが多頻度反復です。では実際に見ていきましょう。1度目、プットの確認を徹底的にやりきる。数学の1から10番まで覚えるとします。そして1回目ですね、初めて1から10番をやるという際はこのように行います。当然初見の単語とか古文単語とかすぐ答えを見ると思います。なので1回目はざーっと1から10番まできちっと回答を読んで理解をしてみてください。それが終わったら次、プットの確認です。今バーッと理解を入れたっていうところはまだインの内容でプットの確認ができていません。プットの確認もやりましょう。プットの確認は前から問題を順番に解いていきます。インが終わった後すぐに行ってください。ここの時間差を分けるとどん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 忘れていくのですぐに行ってください。インとプットの確認はセットで行うという原則に基づいています。そして1回目ですね、1回目、おそらく2番とかで間違っちゃうことあると思います。2つ目の単語でああなんだったっけな、全然いいです。それが間違いバツってなったらまた2回目ですね、丸に1からやり直してください。そして1からやり直そう。1と2はすぐ解けると思います。そして3と来て次また4番で間違えちゃった。で4番で間違えたらああ間違えちゃったと思ったらまた次1番に戻って次行ってください。でそして次8番で間違えちゃった、じゃあ8番で間違えたらまた1番まで行ってください、という風にやって10番まで連続で全問正解できたら終了、プットの確認は完了ということになります。まあ、このようにですね、プットの確認をワンセットできちんとやりきることで脳に重要な情報だよと思わせることができて記憶が長持ちするということになって、これを多頻度反復と呼んでいるんですね。2週目以降はどうやるんじゃい、こんなん毎日やったら疲れるわって思うと思います。2週目以降は簡単です。まず新しい問題をやったらその日から1週間は毎日見て書いて復習するようにします。この図のように2日目新しい10問やると思います。ですが前の1から10も復習するようにしてください。この際におそらく2日目ではまだ特に数学の解放暗記だったり英語のスペルが書く必要があるものだったりすると、書かないと自信がない、怖いって思う人多いと思います。なのでこの2日目の時は1から10番を書いて復習、そして11番から20番を、またですね新しくインプットして書いて、また先ほど紹介したやり方で復習していくと思うんですが、先ほどの紹介したやり方をですねやるときにこうしてほしいんですね。11から20番まで先ほどの方法を回す、そして1から10はまた新しく1から10で区切ってやるのではなくてですね、1から20で先ほどお話しした内容を2日目やってほしいんですね。1から10番に関しては昨日やった内容なので間違えても 1,2 個だと思います。なのでやり直しはそんなにかからない、なのですぐ11番までいけると思います。それをすることによって1から20番まで連続正解をしないとこの勉強は終われない、そしてそこまでやるとプットの確認がきちんと発揮されます。そして3日目になってくると、正直1から10番まあ4日目ぐらいになるかもしれませんが、3日目4日目になってくると問題を見ただけで解法が口で言えるようになるんですね。そして最後まで解法が見えるという状態になると思いますので、そうなったら別に書かなくても、あ、こうやってこうやるって口で言ってですね、解法を確認して当てたら合ってる、それで全然 OK です。だんだん日数が過ぎるにつれて見て確認する、見て復習するという部分が増えていきますので、時間はそこまで増大していかないけども問題数、復習できる問題数っていうのがすごく増えていく、これが多頻度反復です。まずこれを1週間繰り返してみてください。結構ですねしんどいじゃんと思うかもしれませんが、暗記は入試の核です。しんどいんです。しんどいということを受け入れましょう。下手に暗記を楽にしようとして何回も同じ問題を定期的に見て、うわ初めて整数問題やったん中3だったのに高2でも整数問題のフォーカスボールと青チャートレジェンドが完璧じゃないっていう人、英単語も高1にやったのに高3になってもまだ忘れることがある、そういう状態っていうのは暗記の質が異常に悪いし、それすっげえ回数やってるんで、なんだかんだ回数と労力を考えると余計時間がかかってしまってるんですね。なのでやると決めた時にきちっとやり込んで脳にすり込んでおく、この方法を多頻度反復をきちっとやるようにしてみてください。お次は高校3年生 C 高校3年生やっぱですね受験学年の一発目のテストやっぱノリに乗っていきたいですよね。まあそういう人に向けて、まあ、これやればいいよって話をしていきたいと思います。まずは文系の人、文系の人の範囲は数学 1A2B です。もう 1A2B です。もうこれだけです。ってことはやることはそう簡単、
フォーカスゴールドアウチャートレジェンドの数学1A2B のレーダーを完璧にすればいいんだが、これが量が多くてしんどい、わかる、その気持ちはわかるから、まずは星3コンパス4までやりきろう、その後に4やればいいから、それでも十分狙える、十分狙える。でも3まで本気で完璧じゃん、本気で完璧じゃん、そこまで完璧にした上で、じゃあ次ステップ4を、まあ例えばさ、まあ、時間なかったらしゃあないやん、だから、過去問見ていったら、この範囲はよく出るな、錯覚関数と対数関数よく出るからやっとこうとか、微積よく出るからやっとこうとか、整数よく出るからやっとこうとか、確率よく出るからやっとこう、そんな感じで、まあ、よく出る範囲かつ自分が苦手なところだけは4にやっとこうみたいにやってもらえると、まあ期待値としては高くなるかなという感じでやっていただければなと思います。解放の方法は全く先と同じ。そして高校3年生の理系、理系はですね数三が入る、そして数三は範囲において数三全範囲って書いてるんやけど、ぶっちゃけ過去問見る限りほぼ極限、ほぼ極限だよ。でも極限が入ってるってことは、まあ、出題範囲的に教科書の順番でいくで、その前に複素数平面があって、式と曲線、二次曲線な、二次曲線があるね。だから一応範囲としては複素数平面、二次曲線、数列の極限、極限の範囲となっているはずなんだが、ほぼ極限が来るので、ぶっちゃけ数三の例題を今の3つの範囲、高一、高三の、第1回の時代で完璧にしてる人ってだいぶ優秀で、そんな時間ないと思うね。1A、2B やらなあかんやん。って話になってきたら、まずは 1A、2B の例題を完成させてもらって、その後にもう時間ないなって言ってたら、極限のところだけに、極限のところの例題、まあ、星を難しかったら星3までを完璧にしていっていただけると、まだ期待は持てるかなと思います。もちろん70確実に取るぜっていうような人はですね、当然全部の例題をですね、星4まで完璧にしていただいたら、もう全然問題ないんですけども、まあ、ちょっと厳しいよっていう人はですね、まず極限の極限の範囲を優先的にやるようにしてみてください。で、理系の 1A2B ちょっとだけ難しくって、まあ、確率とかだと苦手な人だったら八角とか絶対やっといた方がいいし、あと整数とか不等式の証明って結構出るんだけど、整数不等式の証明ってもう完全に知識ゲーなんよ。知識ゲーってフォーカスゴールドじゃないよ。僕がいつも言ってる Y ですね、 Y、まあ、これを聞いて Y って何って思った人ですね、後で解説するんでそれ見てもらったらいいんですけども、思考の方って言われるやつがあって、頭のいい人って整数問題って言われたらあれかあれかあれかあれで解くよねみたいなのが知ってるし、不等式の証明ってあれか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 あれしかないよねって知ってるし、そのあれかあれの一つずつ丸1だったらこういう問題がとか言えるんですよ。それ知ってたらその6個の中からボールを全部投げたら絶対どれかが解けるの、それが不等式の証明なんですけど、まあ、そういうような抽象的な解放暗記っていうのをしてると、ぶっちゃけ特に整数問題なんかよく出るから超有利ではある。でも別に解放暗記で解けなくもないぐらいのラインが出るので、生かしたら別に解放暗記できるけど、なんかした場合絶対 Y しなかったら無理みたいなものが出ちゃうので、まあ、そこはですね、特に70をやっぱ超えていこうと思う人は Y の勉強を頑張っていただければなと思います。そしてごめんなさい、Y って何と思ってる人に向けて今からちょっと説明していきます。今まで数学の話をしてきましたが、そもそも数学力の上げ方、こういうところについて論理的にも喋ってません。なのに数学の話をひたすら僕はしてしまいました。はい、数学力、特に高校1年生なんかやったら見といてほしいんだけど、数学力って定義できるんですよ。これとこれとこれを伸ばすと伸びるっていうのが確実に立証されるんですね。それをきちんと理解した上で勉強しないと、適当な勉強、つまり今なんで君なんでそれやってんのってなった時に理由が説明できないと、意味のない勉強の可能性が非常に高い。だから全てにおいて意味付けしていこうということで、数学の勉強ってどうなんの、どうやったら成績が上がるの、何と何と何を上げればどのボタンとどのボタンのどのボタンを押していけば成績が上がるのっていう話を今からしていって、この動画を締めさせていただきたいと思います。いつも言っている数学力は三辺数関数、まあ、しつこく言うんですけど、本当にこれしかないんだよ。これしかないんで、X、Y と Z を自分で過去問ですね。あ、自分の過去問は X、Y、Z どれが多いかなって分析して、あれは後を上げるだけなんですよ。で、まあ、Y の参考書どう俺、X の参考書どう俺みたいな僕のですね、動画で参考書紹介でひたすらそれに基づいて解説しているので、まあ、そちらの方を見ていただいて、検討していただければなと思います。それでは、どうぞ。数学力は三辺数関数であるということを理解していただければ、あなたのこれからの数学の勉強が劇的に変化します。ですが今三辺数関数という言葉を聞いて、うーわ数学っぽい話してきた、何三辺数関数って思った人いると思います。全然大丈夫です。名前が三辺数関数という難しい言葉を使っているだけで、具体的にこれから説明させていただきます。数学力はですね、 X 知識量、 Y 思考の型、 Z 計算力、この3つをバランスよく、または志望校にあったように伸ばすことで数学力っていうのは伸びていくわけなんですね。では XYZ 知識量、思考の型、計算力、一つ一つ具体的に説明していきます。まずは X の知識量の部分からです。これはいわゆる解放暗記と呼ばれているもので、まあ、市販でですね、本屋さんに行って多くの数学の参考書が並んでいると思います。それらは基本的に知識量 X をつけることを目的にした解答解説や問題選定が行われていることが多いです。代表的な参考書としましては、フォーカスゴールド、青チャート、レジェンド、一対一対応の演習、優しい理系数学、
まあこのようなですね問題集、まあもっといっぱいあります。本当にほとんどの数学の参考書はこの知識を X をつけるための参考書になっておりますので、あくまで一例でしかないですが、有名な参考書を取り上げさせていただきました。解法暗記したっていうのはどういう状態かと言いますと、問題を見たら5秒以内に回答を書き始めることができて、かつ途中で10秒以上手が止まることはなく最後まで回答を書き上げることができる、この状態が解法暗記したという状態になります。知識量 X の向上が目的で使用している参考書に関しては全てのやると決めた問題ですよ。このように練習問題は論理的にやらなくていいよねというものは省いてもちろん結構です。参考書の中の問題全てというわけではないです。やると決めた問題に関しては全てこのような状態にするようにしてください。では続いて、Y 思考の方に入っていきます。これは数学力の肝になります。思考力、ひらめき力、発想力がいらないことの証明にもなっております。一般のですね受験生がですね一気にですね超進学校と言われるようなですね中3高1で数学が終わるような生徒に一発逆転するっていう方法はこれをインプットしていくことなんですね。では早速 Y の力具体的に見ていきましょう。こちらはですね僕が運営する教育サービスシェアリングナレッジの内部で公開しているマスマップというですね Y に特化した教材になっているんですね。 Y のインプットに向いている参考書っていうのが市販でほとんどなくて、いい参考書でもすっごい超上位層向けだったりして、なかなかフォーカスボルダーをちゃんと覚えたよぐらいの人にはですね難しいものが多いので、もう自分たちで作っちゃったんですけれども、この図式は何かというと、数学で偏差値80とか東大とか京大とかで余裕合格していくような人の頭の中を図式化したものなんですね。皆さんこれ思ったことあると思うんですよ。僕も思ったことあります。なぜ彼らは模試や本番でひらめいたりフォーカスゴールドや青チャートに載っていないような問題をスラスラ解けてしまうんでしょうか。それは知識量 X、フォーカスゴールドみたいな一問一答みたいな感じで解法が入っているだけではなくて、このぐらい不等式の証明にはこの手しかないというぐらいの広い視野でですね解法のフローが頭に入っているからなんですね。つまり例えば一般の受験生、こんな問題、これ東京大学の過去問なんですけど、こんな問題を見るとかなりおじけづいてしまってですね、これどうやって解いたらいいのか分かんないってなって、でそしてなんだこれとなって捨てもんだなとかいう話になってしまいます。またじゃあなぜできる人たちはさっきのこのようなですねマスマップのようなフローが頭の中に入っているのに本として出版されてないかというと、彼らはですね基本的に中3高1高2で早くに数学3まで学習を終えてしまって膨大な知識量 X があるわけなんですね。なので不等式の証明の問題でもすごい数を覚えてるんですよ。一般の僕たちみたいな高校3年生でも数学3を習っているような受験生より何倍も問題が頭に入っているので、感覚的にこのフローを実行しているんですね。でも感覚的であるがゆえに、その数教と呼ばれるような人たちはこれを言語化できてなかったんです。なので僕たちはそれをここに言語化させていただきました。これなら普通の膨大な X を入れていないような受験生でもこれを覚えることによって、その膨大な量によってその経験則というものに基づくものを、経験則ではなくてその経験を全て具体的に図式化することで、これをインプットすることで、その人たちが大量の時間をかけていた経験というものを瞬時にインプットすることができるんですね。さっき表示したこの問題、東京大学の問題も、はい、こちらの、マスマップのここですね、丸3番の面積評価という部分に入ってきます。面積評価、マスマップに関しましては参考問題が、かなりの数下についているんですけれども、なので参考問題、参照となっていますが、この台形近似っていうのがこの解法なんですね。なので頭に入っている人からすれば、持っているフローを当てるだけっていうだけの簡単な作業になっていくんですね。不等式の証明の問題が出たら上から順番に解法を当てていって、どれからできる OK っていう状態が成立しているんですね。このように広い定義で解法を覚えていくと、大量の X がなくてもその大量の X がある人たちに一発逆転していくことが可能になるんですね。知識量 X っていうのは一つの知識を得ると一つの問題が解けるというような勉強です。もちろん勉強の最初はこれらも大事なので、フォーカスゴールで青チャートをやるべきなんですが、ある程度 X が溜まったよっていう状態になってからは Y のインプットが大事なんですね。 Y は一つの知識を入れると100にも1000にも問題が解けるようになる方法論ですので、ぜひここ特に難関大を目指す人は意識してほしいなと思います。最後 Z 計算力ですね。これは皆さん困ってると思うんですよ。でも誰も論理的に解決しようとしていない。次からは気をつけようとか言って永遠に治ることはなく、あなたを不合格に導いてしまう最も怖い要因です。もし解法が分かったとしても計算をミスってしまえばほぼ0点です。計算力はこの2つですね、習慣と統計です。
1つ目の習慣は少ししんどいです。2つ目の統計はめちゃくちゃ簡単に誰でもできます。でも両方すると最も効率よく計算力が上がります。まずしんどい1つ目から見ていきましょう。1つ目、習慣は簡単です。何をするかというと、毎回普段の勉強あると思います。ノートにあったりとか、普段の問題演習、宿題等々いろいろやると思います。その時に答えが数値で出たって時にそのまま答えを見てしまうことが普通だと思いますが、一回答えを見る前に計算の確認をちゃんとやる習慣をつけるということですね。次、2つ目、統計に入ります。これは全然しんどくないのでぜひやってみてください。やることは簡単。各科目のミスノートというものを科目別に用意してください。あらゆるミスをそのミスノートに書き込んでください。次、テスト直前20分前でもいいです。そのランキングトップ3だけは絶対にしないようにするという風に意識してください。このミスノートを統計的につけていくことによって、テスト前に、君この前もそのミスしたよね、今回は絶対にしないようにしなよと言ってくれるちっちゃいおじさんをですね、自分の中に作ることによってミスを統計的に減らしていくという風なやり方があります。この2つを意識することで数を減らすことができます。以上が数学力は三変数関数であるということの説明でした。はい、このチャンネルでは受験勉強全般に関わることを論理的に解説するということをやらせていただいております。また僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい、より深い具体的なロジックを動画で見てみたい、そういう方はですね、コメント欄概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強ですね、なんとなくから全てに意味がある受験勉強に変えていけるような動画を配信していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をしていただければ幸いです。それではまた会いましょう。明日の夢サポムービーズは1対1例題と演習だけやってる人はマジでもったいない。特に直前期の今、1対1対応の演習まだ味わい足りないところがあるじゃん。高校 1,2 年生の人は直前期にこれをやる時間を計画表に入れて勉強を進めるようにしてください。お楽しみに。